元メジャーリーガーの新庄剛志さんが6月26日に INSTAGRAM を更新し、25日にトークバラエティ番組、ひとし松本の酒のつまみになる話、フジテレビ系に出演した際に、新庄さんの顔が、なんか違う、という指摘が多く上がったことを受け、みんなシェからしかみんなうるさいなぁとコメント。現在は美容整形手術を受けた後のダウンタイムだと明かしています。ひとし松本の酒のつまみになる話では、成績不振だったにもかかわらずオールスターゲームに出場した際、観客席からペットボトルを何百個も投げ入れられたことなど、ショックだったファンの行動について語った新庄さん。番組を見ていたファンからは、新庄さんの顔が、なんか違う、新庄剛志さんの顔が、前と違う、と困惑する声や、紹介されるまで誰だか、わからなかったと驚く声が上がっていました。この反応に対して新庄さんは、みんなシェからしかがん変わった顔変わったち、みんなうるさいな、顔変わった顔変わったってと、小学時代から高校時代まで過ごした福岡の方言を用いてコメント。まだダウンタイムバッテン、今はこんな顔バイト、まだ美容整形を受けて日が浅いため腫れや、むくみなどがある状態であるとも明かし、現在の顔のアップショットを投稿しています。新庄さんは、阪神タイガース時代の打撃時に強く食いしばったことで歯が欠けてしまい生活に支障を来したことから、合計約2000万かけて複数の歯をインプラントに変更。また2017年には現役引退後に顔の美容整形手術を受けたことを告白していました。